普通のお便りを紹介するコーナーでございます。ちょっと今ねコマーシャルが流れてる間ね、はい、あの、まあ、私がちょっと今咳込んでたんです、うん、そう私がゲホゲホって今やってたらすごいなんかちょっとね身を乗り出して大丈夫って小山力也のいい声で自分が大丈夫じゃないですね、大丈夫ってささやいてくれたんです。すっごいマジでドキドキする。ちょっと嬉しかったので皆さんにもご報告しました。はい、普通歌のコーナーです。はい、どうしましょうか。どうぞ、はい、お先にどうぞ。はい、はい、では、ペンネーム、あ、これはちょっと言えないペンネーム。どんな言えない、あうん、歩くこう、うんうんうん、丸うんさんからいただきました。先日のことなのですが、ひょんなことから彼女と大喧嘩、帰宅した後も気が済まずカリカリしながら歌われラジオを聞いたのですが、はい、白黒マスクをかぶった私と、ゆずきさんのテンションの上がりっぷりに爆笑すると同時に、つまんないことでいつまでも怒ってるアクセントもいてくる、つまらないことにいつまでも怒っている自分がバカらしくなり、こっちから電話で仲直りするところまで頑張りました。お二人のパワーに感謝感謝でございますということで ね、そうそう、お役に立てた、うん、よかったわ、ね、心がちょっと柔らかくなっていただいて。そうだよ、私なんてどれだけライバルがいることか、ね、そんなことない。本当にもうね、いちいち相手にしてたらこともならないもの。でもゆきちゃんが目の前にいると思わず刺しちゃったりするんで、今日は刺さないでね。今日は凶器がボールペンぐらいしかないです。はい、もう一ついきます。はい、足軽大将様からいただきました。はい、小山さん、ゆずきさん、こんにちは。こんにちは。毎週欠かさずに聞いています。ありがとうございます。もうすぐ PS 版歌われるもの発売しますね。はい、そこで私も予約をしようと某アニメショップに行ってみると、はい、予約がいっぱいなのでと断られてしまいました。ねえ、予約がいっぱいなので断るっていうことがあるんですかね。ねえ、あるんですって。へえ、すごい。何のための予約なの。ね、じゃあ、ね、だからお店でやっぱり仕入れる数とかがあるんですかね。びっくり。ねえ、うん、ということでね、歌われるもの人気、歌われるもの人気恐るべしですね。ありがとうございます。でもね、ぜひね、どこかでね手に入れていただきたいなと思います。当日に買おうと思っていますと書いてくださってます。はい、ありがとうございます。はい、ゆずちゃんはいかがでしょうか。うん、私ペンネームみやこさんから、はい、小山さん、ゆずきさん、こんにちは。いつもラジオ楽しみにしております。メール投稿フォームの話なのですが、うん、メールを投稿しようと思ったら、なんと小山さん仮面つけてるじゃないですか。あ、はいはい、さすがオーラの風格がありますね。ないです。でも小山さん、少しはゆずきさんも気にかけてあげてください。このままではゆずきさんがかわいそうです。父のような接し方もいいと思いますが、たまには男として接してあげましょう。フォークで刺されちゃいますよ。なんてやだ、もう用事で刺されましたからね、先週。恥ずかしい。はい、尖ったもの危ないですね、私の周りに ね、置いておくとね。はい、僕いきますね、もう一つね、はい、ペンネームザラキ様からいただきました。はい、はい、力也兄貴お疲れ様です。ありがとうございます。ガーデニング業を営んでいるファンです。おお、そうですか、造園業やってらっしゃるんですね。すだちの育成も楽しいですが、金柑もいいですよ。実家のそれは全長3メートル級の巨木になりました。そんなのったらもううちはどうしようもないですが、見たこともない渡り鳥が来たり、へえ、楽しいですよ。収穫したて蜂蜜漬けにすると咳止めにもなるし、植物はいいですよね、裏切らないし。裏切らないし、裏切らないしってなんかちょっと重みを感じますね。なんかね、その人生の重みを本当に感じますが。ね、植物はそうですよ ね、声をかけたらね、それに応えて身をつけてくれて ね裏切られた、なんか裏切られた経験が終わりなんでしょうかね、ザラキさん、ね、なんかね、でもね、こうやって楽しく聞いていただいて、はい、ありがとうございます。はい、私、ペンネーム歌わされるものさん、から、小山さん、ゆずきさん、今週のゲストさんはちょっといないですけどね、はい、歌われこんにちはの歌われバージョン、ご挨拶を考えてくださったんですかね、はい、歌われ、前回の放送で、小山さん白愚仮面装着によりゆずきさんが多大な萌えダメージを受けてらっしゃいましたが、
第1回放送から思い返してみたら、萌えダメージをいつも食らってらっしゃるのはゆずきさんばかりです。あ、そうだ。力也さんを落とすと宣言しながら落とされそうなのはゆずきさんの方です。もう落ちてます。このままでは一方的な戦いです。ここはゆずきさん、リベンジマッチとばかりに、小山さんに萌えダメージを与えてみてはいかがでしょうか。あ、私が力さんにね。具体的な方法はそう奇特なのは思いつきませんが、歌われの獣耳からなんとなく連想で、語尾が猫言葉とかどうでしょう。にゃとかにゃんとかミュウとか、そんなキャラクターはあの作品には全然いませんが、可愛らしく言いつつ猫ポーズも取りつつ小山さんをじっと見つめてみてはいかがでしょう。多分KO できますにゃ。ああ、こうディレクターさんも笑ってますが、こういうのって、ね、はい、どうにゃ。かわいいね。本当にゃ。はい、もう僕ダメですよ、また汗がフィレてきたからね。本当にゃ。はい、今いろんなポーズをしてくれてますよ。ゆずきさんファンの皆様、全国のゆずきさんファンの皆様、本当に私一人が拝見して申し訳ございません、ね、好きって言ってんにゃ。かわいいね。言ってんにゃ。そういうのをさ、一度でいいから言ってんにゃ。なんか動画でして、あの配信したらすごくファンが、すっごい、私もすっごいバカですよ。もうめちゃめちゃ恥ずかしい格好をしてましたもん。これラジオでしかできないですよ。りきちゃんの前でしかできないですよ。もうお嫁に行けないです。ペンネーム上野さら。ペンネーム上野さら。スルーされた、スルーされて歌わされるものさ、全然うまくいかないじゃん、この撮影。もうペンネーム上野さら様からいただきました。わーい、ハコロがいる、リキさん似合ってますよ、ありがとうございます。最近は歌われるもののテレビとラジオを見て聞かないと、見て聞かないと落ち着きません。うん、まあ、なるほど。でも、なんで自分で自己完結してるのか、なるほどですって。でもエルルにビールの栓を抜くのを頼んだら早そうですよね、はい、エルルっておっとりしてそうで結構手際がいいんじゃないかと思います。そうですよね。そうです ね、耳に輪っかがついてます、うん、そうですよね。あの耳飾り、あの髪飾りです ね、はい、でも今週はテレビの録画に失敗、うー、もう DVD 買うしか、てんてんてんとおっしゃってます。 ね、ありがとうございます。ありがとうございます。私が守りますってゆずさん、その可愛い声で凛々しく言われるとキュンとしちゃいます。買わないとダメですよって言わないでくださいね。買わなくちゃいけなくなりますから、うん、もうその声で言われたら拒めませんというね。もうゆずちゃん大ファンの方からいただきました。買わないとダメですよ。かわいいです ね。ありがとうございます。もっと言って。いやいや本当に、もっと言って。いやいや、もうみんなに大言ってにゃ。かわいいね。言ってにゃにゃ。楽しいにゃこれ。どうしようか。はい、はい、ゆずちゃん、じゃあ俺ができますか。あ、はい、ペンネーム、うん、はちみつ太郎さんからにゃ。はい。ゆずきさん、小山さん、こんばんは。こんばんは。毎週二人の熱いラブトークをとても楽しく聞いています。私の一方的なラブトークをね。いやいや、そんなことないです。さて、私は受験生で、うん、今度高校生になるのですが、うん、なかなか勉強がうまくいきません、はい、そこで二人は、受験勉強で困ったことはありましたか、うん、また何かいい方法があったら教えてください。よろしくお願いします、うん、だそうです。そうですね、前の前の前だっけ、あ、キリー君はね、音楽をガンガンかけながら、ね、あ、お勉強したって、英単語を覚えたっておっしゃってましたね、うん、僕も結構ね、ラジオを聞きながらやった覚えがありますね、受験勉強とか、ね、ラジオだとでもこう、うん、おしゃべり、歌とかだったらいいですけど、うん、気が散るんだけど、でもね、一瞬だからそっちに気を取られて、例えばね、あ、今こうやってトラック運転してる人がいるんだなとか、今眠いけどやってるの俺だけじゃないんだなとかね、思うとね、元気をもらえて、あ、なるほど、今こうやって頑張ってる人がいるんだと思うとね、俺もまあこれぐらいやっとかなきゃな、今日のうちにはな、とか思えたりしてね、またちょっと一つ気持ちが切り替わって励みになったことありましたね。なるほど、でもこんな歌われラジオ聞いてていいんでしょうか、いいでしょうかね。はちみつ太郎さんは歌われラジオ、ね、励みにならないですよ ね私たちのお話になって、なこんなね、ごめんなさい、にゃーとか言っててごめんなさい。でも お勉強、あ、頑張ってにゃんって言ってあげたらいいかもしれませんよ。はちみつ太郎さん、お勉強頑張るにゃ。
なんだろこれ、なんか、いやいやいや、素晴らしい。うん、でも本当、ね、みんなみんな大変ですからね、誰もが通る道ですしね。そうですよね、うん、みんなね。頑張ってください、うん。ね、頑張ってください。ね、報告してくださいねっては、番組を終わってたりして、受験を終わって、結果が出る頃。温泉に報告してくださればね。ね、私たち個人的にメール読ませてもらいます。心ある人がね、メールを見せてくれると思います。はい、そうですね、教えてくださいね。はい。もう一つ参ります。はい、はい、歌われるネームひび割れたもの5号さんからいただきました。ひび割れたもの、リキさん、ゆずさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。突然ですが、ゆずさんにお願いというか、はい、歌われるものファンとしてリクエストしたいことがあります。なんだろう、無双歌、夢を思う歌の無双歌のゆずさんバージョンを聞かせてほしいです。ね、アニメの中でもエルルが原作ゲームの主題歌を口ずさむシーンがありましたが、その時も上手だなって思ったのですが、よくよく考えるとラジオ第5回放送で無双歌のハモリパートまで研究しようとしていた、そんな無双歌好きなゆずさんなら歌われラジオ内で歌っていただけるのではないかと考えるに至りました。いやいやいや、早い話が、私はゆずさんエルルの美声で無双歌を歌ってほしいなと思っているんです。ぜひぜひご検討くださいということですが、そんな、ね、なんかほら、それをさ、うん、なんだろう、イマジカさんとか、はい、アクアプラスとかさ、うん、こう言うと実現するかな。なんか、ね、私もね、だいぶね言ったんですよ、うん、歌われるものって、うん、キャラクターがみんなそれぞれすごく面白くて、はいはいはい、個性的でね、はい、いいのに、なんか人気もあるし、なのになんでキャラソンとか作らないんですかって、作ったらいいのにって。それでイベントをやって、歌われるもののみんな歌うイベントで、うん、歌っちゃうものっていうのを、秋元さんも歌ってくれるから、ニエの歌、ニエのカッカッカ、そういうのをやりましょうよってすごい企画をね、私がもう散々偉い、ね、うん、プロデューサーさんたちとか偉い人に言ったのに、ね、うんうん、なんかそういうね、うん、歌われはそういう萌えみたいなじゃないっけ、なんで売ってるわけじゃないから、真面目な作品だからやらないんですって言われちゃって、うん、ってだからみんながそうやっていっぱいいっぱい応援してくれると、うん、なんかそうです、ね、実現できるかもしれないし、うん、おまけで言うと、うん、発売中のですね、はい、DVD ボックス、うんうん、歌われるもののね、はい、それの、うん、特典映像、はい、特典映像、特典映像、ショートアニメ、はい、あ、ショートアニメね、ショートアニメの中で実は、うん、はい、私が勝手に、うん、歌ったんだよね、でも OK になったんだよね、そうね、私が勝手に、うん、無双歌をちょっとそのショートアニメの中で歌ったんです、うん、ね、カットされるかなと思ったら入ってました、ね、私お家で、ね、確認したんです、ね、自分で、ね、なのでそちらの方を買って見て確認してください ね、うん、私スワラちゃんにも言ったんだ、うん、スワラちゃんと仲いいんだよね、もうすっかりお友達でね、そうなんかしょっちゅう ね、うん、メールしたりして、うんうん、そうですかね、ゆずちゃんも歌うまいから、ね、いや、あんまり ね、そうです ね、でもみんなそうキャラソン作ってくださいって、いやこれキャラソンじゃなくて無双歌を歌ってほしいなっていうことなんですけど、はい、いや私はそうそう、力也さんバージョン、いやいや私はもうダメですからね、力ちゃんバージョン、ゆずちゃんバージョン、デュエットバージョンやった、そんななんかもうやった、それであれみたいに歌いましょうよ、イベントで、何でしたっけ、谷村新司と誰でしたっけ、小川、あ、小川、谷村新司さんと小川智子さんがデュエットを歌ってましたよね。あ、ありましたね。覚えてます？テレビで見たことあります？あるあるある。うん、こういうの、こういうなんかちょっと寄り添って歌ってちょっと触ってたりとか。わかった、あの人ドキドキする。ちょっとそんな公開してから。公開してからになってしまいますのでね、ゆずちゃん大丈夫ですか、ね、もっと可愛いキャラクターで いてくださいねというわけで、はい、ちょっと乱れちゃった、いやいや、まあ、そんなね、はい、メールをいただきましたよ、はい、はい、ね、まあね、まあそうはならないでしょうがね、これからも応援してくださいすいません皆様、お姫様が壊れました想像したらそばにいますもんって、皆様自分で言って
そいでごめんなさい。いやいやいや、はい。はい。以上、壊れたままですが、はい、普通のお便りのコーナーでした。